こんにちは、りょうです。本日のね、大雑把映画感想はですね、スパイラル、ソウ、オールリセットです。ね、これも買いました。現代がね、スパイラル from the book of Soul、93分の映画です。監督がダーレン・リン・バウズマン、出演がね、クリス・ロック、マックス・ミンゲラ、マリソル・ニコロズ、あとはね、サムエル・エル・ジャクソンでした。まあ、今までの続編なんですけども、新しくね、なってる映画です。見た感想としてではですね、第1回目のね、ソウに近い、感じでした。話的にはですね、悪徳警官を狙って、そういうね、やつです。まあ、見たことある人だとね、わかるんですけど、まあ、悪徳警官を狙って、そのね、まあ、ゲームですかね。その、トラップをクリアしろみたいなね、そういう感じでした。多少ね、ネタバレがここから入っちゃうんですけれども、今までのソウと比べると、犯人がわかる過程がちょっとわかりやすいかなっていう、感じがしました。まあ、あんまりね、ネタバレしたくないので、あんまり言えませんが、見てる途中でも、犯人がね、誰かと分かっちゃうような、その、伏線があったり、っていうね、まあ、ネタバレが、多少なっちゃうんでね、ちょっと言えません、そこは言えませんが、誰が犯人かっていうのがね、まあ、分かっちゃうような内容でした。で、最後にね、こう、犯人が出るんですけど、ああ、やっぱこの人かっていう、のがね、まあ、分かりましたと。でもね、これね、ストーリーはすごいやっぱいいですよね。ちゃんとしてるっていう。だからね、いいかなっていう感じがしましたね。で、グロさ的にもね、そこまでグロくなかったですね。やっぱ、5とか6、そこら辺、4かな。そこら辺がね、やっぱね、一番グロい感じがしますね、自分は。だからね、これはね、そんなにグロくなかったですね。R15 してですけども。これでね、また続、この、やつね、続編が出るっていうのはね、出るのかわからないですけども、出たらちょっと嬉しいなっていう感じです。あとはですね、前作シリーズね、1からレガシーまで、ネタバレになっちゃうんですけどもね、なので、ここから見る人はですね、まあ、見ないようにしてくださいと。ソウの世界観はちゃんとしていたんですけども、まあ、日本のね、題名だとオールリセットということで、まあ、その一旦ね、リセットされていたんですけれども、リセットされていて、まあ、犯人の動機も、ちょっと今までとは違う感じでしたかね。だけど、これはこれですごい面白かったですね。まあ、新しい、ジグソーが生まれたっていう感じで。はい。それじゃあね、本日の大雑把映画感想はここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。